はい。3月26日。今日はですね、進みました。これがね、進みました。今日たまたま朝の7時に起きましてね、ご飯を炊いて、あるものでお味噌汁を作って、そういう朝を迎えてるわけなんですよ。もう8時半とかになって、あ、なんかちょっと書いてみようかなと思って、もう一回パソコンを開いたら、まあ、ちょっとだけ進みまして、おそらく2ページぐらいなんですかね。11時頃に公園に行って、1時間半ぐらいこうパーって書いてたら、そこでもまあ2ページぐらいはまた進んで、公園で書くっていうのはすごく正解だったと思います。なんか周りで遊んでいる子どもたちっていうのもこう目に入ってきたり耳に入ってきたりするので、今回のなんかちょっとテーマというか描きたいことには近いことでもあるので、まあちょっとためにはなるなと思って、今回公園で描くのはありだなと思いました。夕日を浴びながらこうスーパーの袋を持ちながらこう帰ってくる感じっていいなと思っちゃって、健全な一日を過ごしたので、明日もそのまま健全な執筆を続けたいなって思います。頑張ります。3月31日、公園に行って、こう書いてたわけですよ、台本を。それで LINE が届いて、半田さんから文化庁の助成金結果がインターネットに出ていますっていう LINE をいただき、パソコンをね開いて、今から結果を見ようとしているわけなんですね。これが通ると通らないと、じゃあもう、なんだろう、やりたいことの幅というか広さがこうもう全然違うわけなんですよ。まあ今までももらってはいなかったから、いただいてなかったから今まで通りっていうわけなんですけど、これがもしいただけたらね、もっとやりたい演出とか美術とかそういったものができるんだよな。失礼いたします。応募が1000件以上あったわけですね。採択件数は約500件、2分の1の確率なんですよね。演劇は347件応募があったうち、採択件数163。演劇来たよ。ありました。7日、13時半なんですけど、今日はオーレリアンの兄弟の本読みをしようと思っています。アタルちゃんが来るまでの時間、今こうやって待ってるわけですけど、初めて、あ、アタルちゃんが来ました。ちょっとまた後ほど。先日行ったオーレリアンの兄弟の台本読み合わせ、それはもう無事に終わりまして、なんでしょうね、まあ、ちょっと直したいところとか、アタルちゃんの声を聞いて、あ、こっちの方がいいかなとか、そう思うことが多々あったので、それをちょっと直す期間というのをやっておりました。そして、その台本を完成させるためには、まあ、次美術をねちょっと作らないと。でどういう美術にして、どういう手書きにしていこうかっていうのも、ちょっと完全なる上演台本として成立するために美術の模型を作り始めました。今
使うと模型にしては、ね、やっぱりちょっとでも高いので、でも贅沢さとかやっぱり本物感はこっちの方が絶対に出るんですよ。今回はちょっと発注というのを初めてやってみようと思っていまして、今まではビバホームで木材を買って、それを運んでもらって、それで切って色を塗ってっていうのをやってたんですけど、の材料費とかで30万円から35万円で、あれはできているんですよ。おそらくですけど発注をするとあの舞台でおそらくまあ安くても100万ぐらい、技術代ってことなんですかね。やっぱり発注ってプロの塗装の人にやってもらった方がそれは質がいいに決まってるんですよ。本田劇場の時にはもう完全に発注にしようと思っているんですよ。まあサイズもでっかいしってなると、勉強のためにというのも含めまして、自分がやりたいことをやったらどんなぐらいこの発注っていうものをしたらお金がかかるのかっていうのを、まあ知るっていうのも一つの勉強だなとは思っているので、発注をお願いするってことはこういうこの模型が結構全てになるわけなんですよね。この模型でのサイズ、この色合い、この雰囲気で作ってほしいんですっていうのを、まあ、舞台監督の浦さんにちょっとまずお願いをして図面に叩き出してもらって、それでちょっと相談をしながらも、相手の方に発注で作っていただく方にこう提出をするわけなんですね。だから、模型が大事というわけなんですね。5月4日、5月4日髪の毛切りました。あの模型をいっぱい作ってたじゃないですか。あのいっぱいこう切り刻んでたと思うんですけど、それが今やっとできましてですね、昨日で、それは色塗りも完成して、で今まあこういう状態ですね。こういう、あ、こうか、こういう状態で積んでおります。重い本をこうやって、井上久さんのね、全芝居、あ、ガクさんの写真集、木で作ってたので押して、曲がりがちょっとこうね、たるみが強かったので、こうやってね、重い本で重しでこうね、一日一晩漬け込んでいたわけです。漬け込んでいた。今日はこんな、引き続きあのこういう美術の創作をやっていきたいなと思っております。あとはこっちでやることと振り分ける可能性が出てくるんだとしても、まあ塗装が一番最終的にやってほしいっていう、ちょっとツヤが欲しいんですけど、ツヤありすぎると嫌だったので、駅前の紙手ってこれしかないし、ダクトの下が立ててみてダメだってなったらもうパネル切るしかなくなってるから全部難しいし。そうですよね。でも難しいことでもね、やりたいことはやっぱどうにかやりたいじゃないですか。小沢さんと舞台監督の浦本さんは駅前劇場の採寸に向かいました。この板目ですね。だから今これそう、それくらい逃げてて、まあ、約30センチ、パネルの厚みがなんかなんやかんやで40ミリの材料を使って130って感じだね。ここは2センチとか、2320とか。なんでこんな大きくしちゃったんですか、全体的に。これちょっとギリギリでかすぎませんか。ちょっと攻めすぎじゃないですか。攻めすぎですよ。そうですね、2340。ここからだんだん上がっていくんですよ。2340、1390、上がってってる、上がってってる。だからこっちは大丈夫なんだ。4285は9285。慎重に検証を重ね、舞台セットがなんとか建てられることが分かりました。よかったですね。よかった、喜んでいいですか。やったこの日、オーレリアンの兄弟の2回目の読み合わせが行われます。いや、そんな感じで大丈夫ですもん、はい、今回大丈夫かなって。私は楽しみですね。邪魔をしないように、邪魔っていうか、なんかそのもうすでに1回本読みした時に疑問に思うことが多くて、どうしようみたいな、
モードになってたから、ミッチーが。ゾロゾロ見てたら、ミッチーが生き生きしてることがすごい大事だなって思ったから、そこのバランスを今、探ってる。